ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。にわかニュースおはようございますでしたね、これはね。はい、ありがとうございます。なんだこの屈強な男は。おはよう、みんなおはようって顔してますけども、すごいですよね。誰、どこのユニフォームこれ。あの、ブラジルからなんか、ベガルタ仙台に一人移籍してくるらしいんですよ。仙台に来る、はい。はい。ちょっとそういうニュースも含めて今日はいろいろやっていこうかなと思います。わかりました。楽しみでございますね。はい、ということで、こちらでございます。飛んでました。はい。はい、今日はニュース3つプラス1つ順位表を持ってまいりました。うん、はい、はい、はい。はい。まず左上から行きましょう。うん、はい。なんと、日本代表 VS、韓国代表の可能性が、と。A マッチデーみたいなことですね。そうですね。以前から見る赤でもたくさんこのニュースで伝えている、うん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 、3月末に行われるね、はい、A 代表ウィークがあるようなところで、うんうんうん、片方はすでにね、2次予選のモンゴル戦が行われるということですが、もう片方がミャンマー戦がなくなってしまったので、どうしたもんかいのという話になっていました。モンゴル戦がちなみに、3月の30日。ワールドカップの2次予選。2次予選。ミャンマー戦もしかりか。本当です。そりゃそうだったんだけど、ミャンマーはちょっと今、政情不安で、できないという形で。近いとこで、フレンドリーマッチにしようという、その日程。っていうことになるんですが、なんか韓国紙の方で、なんか韓国対日本やるっぽいよ、みたいなのが出たんですけど、まだ日本では出てないので、まあ、おそらくは、もしやるなら、この3月25日しかないので、なるほど。やるかどうかといったところですね。楽しみじゃないですか。ね、あったら、すごい久しぶりだと思うんで。ね、ソン・フンミン。ね。まあ、来れるかちょっとわかんないですけど。ああ、そうか、孫文明来れないのか、そうか。そうですね。ね、でもだから、日本にいる、うんうん、それこそ韓国人組は来るんじゃないかなと思うから。そうか。ちょっと楽しみですね。なるほどね。そういうことか。はい。はい。来るも何もそのままでいいんだもんね。まあ、そうですね。集合みたいな感じですね。そうだね。はい、はい。続いて今度は真ん中でございます。ちょっと不安なニュースです。はい。リバプール。史上初の本拠地5連敗。うわあ、これ本拠地3連敗も1960年代以来って言ってたよね。そうなんです。てかそれまで、なんならだって先月の途中まで4年ぐらい負けなかったんですよ。負け引き分けはあっても負けなかったですもんね。そうなんですよ。うわあ、そこからなんと5連敗でチャンピオンからのこれっていうすごいですね。はい、でこれ近々またあの、はいはい、月間プレミアリーグってことやろうと思うんで、その時に順位表とかもさらおうとは思うんですが、はいはい、ちょっともしかするとリバプールチャンピオンズリーグも厳しそうですと、このままだと。はい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 。っていう状況に今なっていますよ。なるほど。やっぱこうセンターバックとかのあれが。ねえ、台所事情が響いてるっていうことなんですか？うんですね、間違いなくね。で、それプラスなかなか得点も取れなくなってきてってので。はいはい、はい。さ、このニュースが出る1日前ですね。うん、に、チェルシーとこのリバプール戦ったんですが、うん、結局はメイソン・マウントに1点取られてしまっての0-1っていう形になったので、まあね、このチャンピオンズリーグ権を争うライバルのチェルシーでしたから、うん、ちょっと痛い一敗になっちゃったかなっていうところ。なるほどね。とはやっぱプレミアリーグですからね、ちょっとこう、常に勝たせてくれるわけないっていうことですね。それだから面白いってことですね。栄光盛衰、これのね、輪廻でございますね。面白いですね。本当ですね。はいはい。そしてその下に、うん、なんかもう明らかに体格からプレミア感の溢れ出た男がいるんですけど。ラガーマンみたいですね。ですよね。うん、もしくは、日本に来るんだったら、どちらかというと、ノアとかですよね。プロレスとか。あ、プロレス、そうですね。競技だったらっていう。確かに、そうですね。はい、J1 ベガルタ仙台に新加入選手、ブラジル、アバイーというチーム所属のフォギーニョ選手。フォギーニョ選手。へぇー。はい。まあ、ブラジル人の方ではあるんですけど、はいはいはい、うん、どうやら、先日、このアバイーというチームの公式戦があったんですけど、はあはあ、その試合が終わった後にチームを離れたみたいで、はい。それで移籍する先がどうやらベガルタ仙台だってことがブラジルの方で報道されていると。へえ。でもただ、ちょっと来れる状況ではないので、うん、もうちょい先にはなると思いますが、うん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 、まあただ、こんな屈強な、ね、お兄さんがちょっと来るのかと考えると。なかなかの富士みたいですかね、これ。てか今、仙台のね、外国籍選手軍団がちょっとすごいじゃないですか。はい、そう。ゴールキーパーのビッグセーバーね、クバさんから始まって、マーテとか、あとマルティノスとかいますから、そこの中盤に今度はこのフォギーノ選手、ボランチ。また個性があっていいよ、これね。ね。ええ、ええ。
色もこの色のまんまがいいですね。いや、そうですね。という形なんで、まあ、どんな形で、ね、登場するのかちょっと楽しみです。フォギーよね。フォギーさんでございました、はい、うん。はい、そして右側なんですが、まず今日ね、3月6日土曜日は J リーグが行われますということで右上です。我々も同時視聴配信をやろうかと思っていて、はい16時の名古屋、札幌戦をやりたいなと思っております。うん、よろしくお願いします。はいで、プラスその下、順位表を持ってまいりました、はいうん。脈絡は特に何もないんですが、スペイン2部の順位表を、はい、持ってまいりました。島崎がレガネス4位。へそうなんですよ。あ、すげえ勝ってんじゃん。そうなんです。あとは、先日ね、福岡から、スペイン2部のテネリフェに行ったゴールキーパーのセランテスさんも今ね、いますよと。テネリーフェですね、これ。テネリーフェに行かれました。ただですね。倉敷さん風に言うとね、テネリーフェ。テネリーフェなんです。テネリーフェのベテラーの。はい、大好きです。はい、ただね、まあさ、1位見てください。はい、1位。マヨルカ。マジョルカです。マジョルカだ。マジョルカはやっぱ2部だったら超強いですね。無双してるんですね。そっか、マジョルカ2部なんですね。去年落ちちゃってね。今1位がマジョルカ、2位がエスパニョール。まあ、特にね、2位のエスパニョールに勝ち点4差開いてるので、マジョルカは。これは強いなと。この2部でこの無双してるのはカウンターで戦ってないんですかね。ポゼッションとかしてるんですかね。これだから難しいですよね。2部だったら結構ガチガチにちゃんとやれるんだけど、1部行くとそのサッカーができないから。違うんですね。どうなんですか、うん、ちゃんとこう、攻撃的に戦ってたりするんですかね。攻撃的に戦ってます。あ、そう。ただね、攻撃的に戦ってるんだけど、うんうん、信じられないのはここです、うん。失点が27試合で13失点しかしてなくて、はいはいはい、1試合に、あ、ごめんなさい、2試合に1点も取られてないんですよ。ああ、すごいね。すげえディフェンダ ー。もう一回ちょっと、久保君ここ入れてくんないかな。いや、もういいかな。そう。もういいよ。攻撃的な久保君が見たくてしょうがないんだよ。見たいよね。ああ。そうですか。はい。では、エスパニョルが2位にいて、まあ、柴崎岳選手は、プレイオフ圏内にも入るかなって感じですけど。なるほどね。まあ、だからまたね、来年は一部で見られるみたいな。プレイオフがあるんですか。そうそうそう。はあ、はあはあ。ないまで。そこまで行ってほしいね、といったところではありますよね。6位とか。6位。6位ぐらいまでだったかな、確か。そうでしたか。はい。そんなところですね。なるほどね。思えば2部はね、去年も岡崎選手いたけど、まあ上がっちゃいましたし、うん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 、と考えると、あんまいないっていうのはありますが、まあ柴崎選手もね、戦ってるよと。でもただ、一応レガネスの方でよくやってるのが、右のサイドハーフとかやるケースが多いんですよね、柴崎さんは。ああ、そうなんですね。442ですか。そうなんですよ。ほうほうほう。ただちょっと退場者も、まあ今月は最近はなかったんですけど、1月だったかな。うん、なんかね、毎試合退場者みたいな状態になってて。あら、レガネス？そうなんですよ。もともとスペインの2部とかとポルトガルとかっていうのは、うん、1試合に平気やな、なんか7枚ぐらいイエローカード出るんで。あ、ちょっと荒いんですか？うん、そうなんですよ。でっていうのもあるんだ、うん、あるんだけど、だから一つのポジションだけやる人ってちょっとやっぱりやれないんですよね、難しい。なるほど。なるほど。もう二人ぐらい毎回誰かこう、出場停止とかでいないとかが結構繰り広げられてたりするので。タフな理由ですね。本当そうですね。まあ、その中で島崎選手頑張ってるよというなるほど、頑張ってるところでございます。一部復帰をね、ちょっと果たしていただきたい。はい。はい。ということでございました。わかりました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。楽しみになってまいりましたね。ということでございました。はい、ニュース毎日お送りしています。その他にもね、いろんな特集を毎日、出させていただいております。今日も昼夜動画が出ますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、朝のミルワカニュースでございました。井上真でした。ノーミルク、佐藤でございました。チャンネル登録、ぜひ、高評価ボタンも押していただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。来てください。どうもどうも。